今回は GCAP について見ていきたいと思うよ。日本、イギリス、イタリアが協力して作り上げた脅威の機体。その姿をファンボロー国際航空ショーで初披露された映像とともにチェックしていこうぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。エンジン開発の進捗状況だけど、イギリスのロールスロイスと日本の IHI が開発を進め、日本円約303億円の予算で実証機製作が行われているよ。防衛省は航空自衛隊の F2 戦闘機後継機として日本、イギリス、イタリアの3カ国による、グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP で開発を進めているんだけど、そのフルスケールコンセプトモデルが、2024年7月にイギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーで、イギリス側の開発担当企業 BAE Systems によって公開され、話題を集めたね。BAE Systems の将来戦闘機システム事業部のジョン・ストッカー氏は3カ国での共同開発を嬉しく思う。2022年12月に3カ国共同での開発が発表されてから約20ヶ月経過したが、その間の3国の政府間及び企業間の調整はうまくいっていると発言。その上で企業間の協業に関しては、まずは機体デザインが進んでいる。その結果、ファンボロー航空ショーでは、各国政府からの要求を反映したフルスケールモデルの公開ができたとして、今回のコンセプトモデルは各国からの要望をある程度は反映しているものの、最終形状ではないとしたぜ。また BAE Systems と三菱重工にイタリアのレオナルドが主導する形で、GCAP に参画する他の企業との協業も順調に進んでおり、次の目標は2025年に機体全体の設計を進める段階、2035年には収益させて運用開始を目指すのが前提。すでに共同開発発表後の約20ヶ月の間に2025年以降の計画が立てられているとも説明しているらしい。さらにエンジン開発についても言及し、 GCAP のジェットエンジン開発は機体と表裏一体に統合され開発されるべきシステム。開発の契約主体である BAE Systems、三菱重工業、レオナルドの3社が連絡を密にしながら管理する必要がある。そのために3社の間で開発スケジュールについては綿密に調整しているとも述べたな。エンジン開発の進捗状況については現在デモンストレーションの段階に移っているものの、現時点では機体の開発に合わせてエンジン開発が進められているとしか話せないが、関連企業間の調整はうまく進んでいるとして、機体開発と同様に順調であると強調したね。この GCAP に搭載されるエンジンについては、イギリスのロールスロイスと日本の IHI が中心になって実証機の開発が進められているよ。ロールスロイスの公式サイトでは本エンジン実証プログラムは、日本、イギリス両国が将来必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩。将来的には両国における数百名の雇用創出につながる可能性がある。エンジン実証機の共同開発は2024年初頭からの開始を予定しており、イギリス政府は開発計画に3000万ポンド約45億円の初期投資を行い、とりあえず2億ポンド約303億円の予算で実物大の実証機の開発を行っているとし、同社防衛部門の事業開発フュージョンプログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントであるアレクサンダー・ジノは、2国の航空産業関連業界からなるチームは、それぞれの次期戦闘機の要求を満たせるよう、技術を互いに補完し合う、よりクリーンかつ強力な推進力を持つ共同エンジンの実証プログラムは、世界最高の戦闘航空能力を結集する機体に満ちた素敵な機会であり、さらには防衛航空宇宙産業の将来を支える重要な技術の開発を可能にするものであると発言したね。その上でロールスロイスは日本とのパートナーシップには長い歴史があり、1960年代から技術、エンジニアリング、サプライチェーン関係を発展させてきたとして、川崎重工業、三菱重工業、IHI、住友精密工業などとのリスク収益分担パートナー RRSP 提携をしていると明記しており、このエンジン実証機開発プログラムに従事する日本人は5000人以上いると明らかにしているぜ。GCAP における開発コンセプト以前から日本の次期戦闘機開発のコンセプトとして挙げられていたものに、
2010年8月、防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンというタイトルで公表したビジョンがあり、その中に将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱され、20年後の2030年頃までに実現させるものが列記され H クラウドシューティング2次世代ハイパワーレーダー、3敵を凌駕するステルス性能4次世代ハイパワースリムエンジン5電子戦に強いフライバイライトなどが挙げられていたんだ。また30から40年後となる2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンが挙げられていたよ。このうちの次世代ハイパワースリムエンジンについては IHI が開発を進め、2018年6月に防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁に、ジェットエンジン開発製造において同社が新たに開発したターボファンエンジン XF9 の実証機が納入されているね。納入された XF9 は、コアエンジンにファンと低圧タービン、アフターバーナーなどが付加されていて実機に搭載可能な状態と言われていて、当時防衛装備庁が発表したところによると、エンジン本体の全長は約 4.8 メートル、空気取り入れ口の直径は約1メートルとかなりスリムで、その推力は試験だがアフターバーナー作動時の最大推力が15トン以上を発揮したとされ、アフターバーナー非作動時でも推力11トン以上という高性能なエンジンとされたぜ。数値だけを見ても、アメリカ空軍の現時点での主力制空戦闘機である第5世代ステルス戦闘機、F-22 ラプターに搭載されているプラット&ホイット2社製の F-119 エンジンが、全長 5.16 メートル、空気取り入れ口の直径 1.168 メートル、最大推力が 15.9 トンと推測されていることから判断しても、ハイパワーかつスリムでコンパクトなエンジンということがわかるな。XF9 は防衛装備庁千歳試験場の地上燃焼試験設備で2020年7月まで運転試験が実施され、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が動画で公開され、その性能が確認されたということだよ。また XF9 には、スタータとジェネレータ発電機を一体化した新開発の小スペース型スタータジェネレータが搭載されていて、180kW という高い発電容量を持ち、大電力を消費する高性能センサーや可機関性の使用、様々なプラットフォームとの情報連携や電子線への対応など、大きな電力消費が予想される将来の戦闘機に対応していると見られているね。前述のストッカー氏の言うデモンストレーションを実施しているエンジンが XF9 なのかは定かではないものの、防衛装備庁の発表内容が事実なら、ロールスロイス側が XF9 の性能を認めた上で、それを土台にしたエンジン開発が進められているのは十分に考えられ、つまり、2035年までに完成させ配備するという当初計画が現実味を帯びてくるというわけだね。また、BAE システムズが発表した機体のコンセプトモデルでは、これまでの三菱重工業による次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストのイメージとは違って、主翼が三角形のデルタ翼になっていたことが注目されたぜ。面積が大きいデルタ翼にして、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐと同時に、主翼が広がったことで揚力が増えるのでミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかと推測する向きもあるらしい。その真偽はいずれわかるだろうね。今回、BAE システムズがコンセプトモデルを公表したことで、政権交代したイギリスが GCAP を離脱するのではとの噂が立ったけど、現時点では順調に推移していると確認されたから、この次の動きが注目されるところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。台湾南部の主要都市である高雄市において、その港に専用の施設を設けて建造が進められているのが、台湾の国産による潜水艦の一番艦にして2020年11月に寄港、2023年9月に進水を果たした海鯤なんだ。海鯤はこの昨年2023年の進水式に際してその名を付与された潜水艦だが、現在では建造場所の高雄市の港において、
今後台湾海軍に引き渡しを行うための事前の研修テストが行われている段階にあるな。今回はそんな台湾初の国産潜水艦である海鯤について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうした状況下で台湾国防部の子国防部長、日本でいうところの防衛大臣、また他国では国防大臣や国防長官に相当は、この2024年9月18日に海鯤が来年2025年3月末から4月頭の日程で海上における研修テストに臨む予定とコメントしたよ。これらの海上での研修テストの結果が順調に推移すれば、同年末の11月には台湾海軍への引き渡しが実現するスケジュールになると目され、2020年11月の帰港からおよそ5年を経て実戦配備される可能性があるんだ。この台湾初の国産潜水艦である海鯤は、様々な推定値が報じられているけど、基準排水量が約2500トン、全長が約 80.0 メートル前後、全幅が約 8.0 メートルほどの艦隊の規模を持つものと考えられているね。ちなみに日本の海上自衛隊で現在就役中の潜水艦は大きく3種類、古い順から親潮型、双流型、そして最新鋭の太平型があるが、台湾の海鯤は、その中でも最も旧式の親潮型にほど近い規模感に見えるぜ。日本の海上自衛隊の親潮型は、基準排水量が約2750トン、全長が 82.0 メートル、全幅が約 8.9 メートルほどの艦隊を持ち、以後の双流型、太平型はケレより少しずつ大型化してきているな。そして今の日本の海上自衛隊の最新鋭の太平型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルまで達しており、台湾の海鯤に比すれば一回り大きいことが使用上の数値からは伺えるね。太平型の中で進水式を経て命名を受けた艦の中では最も新しいのは同4番艦の雷鯨であり、2023年11月に進水を終えているんだけど、その建造費はおよそ702億円と公表されている状態なんだ。これに比べると台湾初の国産潜水艦である海鯤は、試作型でかつ最初の艦艇であるという経緯もあり、建造費は現段階で日本円にしておよそ2200億円に達すると目されており、潜水艦の建造に必要な設備投資の大きさが感じられるよ。台湾ではこの海鯤を皮切りに、2025年から2038年までの14年間で同型艦を7隻建造する方針であるため、以後は2年に1隻ほどのスケジュールで造成を予定しているが、その総建造費は日本円にしておよそ1兆2700億円と伝えられているぜ。単純にこの1兆2700億円を7隻で割って1隻あたりの建造費を考えるとしても、その額はおよそ1814億円ほどと大きく低下するとまではいかず、いかに自国産の兵器を継続的に生産できるのか、その体制を確立することの難しさが忍ばれる形だと言えるだろうな。日本の海上自衛隊で現在就役中の親潮型、双流型、太平型と同様に、台湾初の国産潜水艦である海鯤もその後の同艦をベースとした量産型の7隻も、機関部にはディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦なんだ。日本の海上自衛隊の場合、機関部は親潮型はディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という構成だったんだけど、双流型の10番艦まではこれにさらにスターリング機関を追加し、非対機依存推進を実現させたものだったよ。そして双流型の最終の2隻、11番艦以降にディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、鉛製よりも大幅に性能向上が可能となったリチウムイオン蓄電池の採用で、スターリング機関は廃止されたね。これが鉛製からリチウムイオン製の蓄電池の採用が可能となったことで、水中の貴重な補助動力として採用されていたスターリング機関を不要とするパフォーマンスを得たことで、今の太平型にもつながる機関構成に改められたぜ。そもそもスターリング機関はそれを水中での補助動力とすることで潜水艦の連続航行時間や行動半径を拡張することを機として搭載されていたわけだが、機関自体が非常に大きく重く、
それに反比例して水中での速力は最大でも5ノット程度しか期待できない非力さではあったわけだ。これを蓄電池を鉛製ものからリチウムイオン製のものを実用化できたことで不要とすることが可能となり、海上自衛隊では前述した通り双流型の最終の2隻を、最新鋭の大鯨型でもこの形式を踏襲しているよ。台湾が初めて国産化を行った潜水艦である海鯤もそれらと同様の機関構成を採用しており、今後は韓国でも同様の機関構成が主流になると目されており、通常動力型潜水艦のトレンドは非対機依存推進一辺倒ではなくなりつつあるように見えるね。また艦尾の舵においても、日本の海上自衛隊では双流型から従来の十字型から X 字型に改めており、これにより4つの全ての舵が艦の方向を変える働きと、姿勢の制御を担う働きが可能となったぜ。この X 字型の舵は、艦の水中での機動性を大きく向上させることに貢献するとともに、仮に何らかのトラブルによって1枚が稼働できない事態に遭遇しても、他の3枚でカバーすることで艦自体の稼働状態を維持することが可能となったと言われているな。台湾の海鯤はこの X 字型の舵を当初より採用しており、その意味ではまだその採用に至っていない韓国海軍の潜水艦よりも、艦の状況下で先んじているとも言え、通常動力型の潜水艦としては先進的とも感じられるよ。潜水艦という兵器の特性を考えた場合、いかに深く潜航できるのかという潜航深度がその性能を示す尺度の一つとして用いられることも多く、非公表ながら海上自衛隊の大鯨型などは500メートル以上の潜航が可能ではないかとも言われているね。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、今や最大の仮想敵国となって久しい中国と対峙するのは、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋方面とかなり広い海域にわたり、中には水深の深い海域も含まれており、潜航深度も軽視はできないと思われるな。翻って台湾は、日本以上に中国と対峙する状況にあるとはいえ、大陸の中国と島である台湾を隔てている台湾海峡は、その幅は最短箇所でおよそ 130km ほどでかつ、半分以上の海域が水深は 50m 以下と極めて浅いわけだ。そのため、台湾海軍に求められる潜水艦の潜航深度は、敵のものよりも深く潜るということに重点を置く必要性は薄く、潜水艦の潜航深度の優位性で中国に勝ることは戦術的も戦略的にも大きな意味は持たないだろうな。台湾は中国が軍事的に侵攻を決断した場合、ミサイルや航空機からの対地攻撃の後、完全に占領するには地上部隊を上陸させる必要が生じるため、その上陸部隊を乗せた艦艇を潜水艦で撃沈することを企図していると思われるよ。一説には中国大陸と台湾と艦の台湾海峡は、前述した通りわずかな距離しかないとはいえ、上陸部隊を乗せた艦艇が比較的容易に動かせるのは、1年の中でも4月かもしくは10月の2度の期間しかないとの見方も多いらしい。これは台湾にとっては非常に大きな地理的気候的な自然のアドバンテージであり、今のロシア・ウクライナ戦争に見るように地続きではない環境は容易に敵の戦力の上陸を許さない方向に左右していると映るよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本の防衛装備庁が開発を進めているレールガンについては将来レールガンの研究として、2022年から高初速で弾丸を連射可能な次世代の砲として研究開発に取り組んでいるね。2022年12月に公表された防衛力整備計画において、防衛省ではこの先もレールガンに関する研究を継続していくことが明記されていて、2024年度防衛予算においても研究費として236億円が盛り込まれ、日本の次世代装備として期待されているぜ。今回はそんなアメリカが開発を進めたレールガンの開発を日本が継続している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。レールガンとは、平行に設置された2本の長い電極棒をレールのようにして、
その端に金属製の小さな弾から体を乗せた上で、その2本のレールに瞬間的に膨大な電流を流すことで強力な電磁力を発生させ、その強大な反発力によって金属弾から体を超音速で射出するという極めて単純な構造の方だね。強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力ローレンツ力で弾から体を射出するという、以前から SF 小説などにしばしば登場している電磁法とも呼ぶべき法だよ。レールガンの原理として知られるローレンツ力とは、いわゆるフレミング左手の法則で表される力のことだな。この法則は、左手の中指と人差し指と親指を立てて互いに直交90度に交わるする関係になった際に、中指が指し示す電流の流れる方向と人差し指が指し示す磁場の方向に対して、親指が指し示す方向が導体または過電粒子が受ける力の方向を示しているとされるぜ。レールガンは膨大な電力を瞬時に流すことで、強大なローレンツ力を発生させて弾体を加速させて発射するもので、その弾体はマッハを遥かに超えるスピードを得ることができ、その強烈なエネルギーを持って目標を破壊する方だね。このレールガンについてはそもそもアメリカ軍、特に海軍が主体となって研究開発を進めていたよ。アメリカ海軍が主体となって試作したレールガンの射出実験は2010年に実施され、その際には 310.4kg の砲弾を射出することに成功しているね。また、その他にも飛翔している無人航空機ドローンを撃墜するなど試験においてその効果が実証されたことから、アメリカ軍では2016年までに水上艦艇にレールガンを搭載して、2020年までにレールガンの洋上射撃試験を行うとする計画を公表していたぜ。アメリカ軍では仮想敵国から発射される弾道ミサイルや極超音速ミサイルに対して、非常に高価な防空ミサイルシステムによって防衛するよりも、低コストでそれらを撃墜可能なレールガンが将来的に防空システムとなると考え開発を進めていたわけだ。しかし、アメリカ軍においてレールガンを対艦対地攻撃用兵器として開発を進めていている間に、中国やロシアでは長距離を超音速で飛翔する極超音速兵器の開発が進められていて、それらの実用化に成功していて、アメリカ軍が気づいた時にはその分野において大きく遅れをとっていたな。そこでアメリカ軍では開発にまだ時間がかかると思われるレールガンよりも、ロシアや中国に対抗すべく極超音速兵器の開発を優先すべきであるとする声が次第に高まりを見せ、さらにロシアや中国の極超音速兵器の射程距離が大きく延伸されて、レールガンの射程距離を大きく上回ることが明らかになったことなどもあり、レールガンの存在意義が薄れていったんだ。その中でもアメリカ海軍は実用的なサイズや性能を満たす艦艇搭載用のレールガンを開発するため2005年からのレールガンプログラムにいては、少なくとも2種類 BAE システムズ製及びジェネラルアトミクス製のレールガンを実際に製造して、音速の約6倍以上の速度で弾体を発射できることを陸上テストで実証していたんだけど、プログラムの目的である肝心の水上艦艇に搭載可能なレールガンのプロトタイプ開発については何度も浮上しては延期されるというプロセスを繰り返し、その度に何度も計画打ち切りの噂が流されていたよ。そして、アメリカ海軍は10年以上にわたって実用化に向けて研究開発を進めてきたレールガンの開発プログラムについてついに、アメリカにおける2022会計年度予算案の中で開発費を要求していないことが明らかとなって、そのことによってレールガンプログラムはすでに予算がつけられていた2021年度をもってその研究開発を終了することになったね。さらにアメリカ海軍は、レールガンプログラムで獲得した技術を流用して研究を進めていた、水上艦艇に通常搭載されている5インチ艦砲の主砲弾よりも高速で、かつ誘導システムを組み込んだ HVP 超高速発射体弾の開発計画ガンローンチトグーディドプロジェクティル GLGP を進めていたんだが、この計画についても2022年年度以降における予算を計上しないことを明らかにして、GLCP プログラムの研究開発は終了したとの内容を議会に提出した資料の中で述べているぜ。
ただし、HVP 弾への再投資への可能性については国防総省の戦略的能力室が進めている評価分析が出た後に再検討すると説明しており、その評価分析によっては開発再開への可能性も一応残されるとしているのであるが、ここまでの状況を鑑みるにその開発については悲観的な見方が多いらしい。これは迎撃が困難とされている極超音速兵器の登場によって水上艦艇による火力投射の範囲はこれまで以上に拡張されることは確定的となり、その範囲に到底届かないレールガンや HVP 弾に開発資金を投入して実用化させたとしても、極超音速兵器を持つ中国やロシアとの戦いでその効果を発揮する機会が与えられる可能性があまりにも低く、その中でも特にレールガンに関しては実用化時期の目処も立っていないという状況において、アメリカ海軍では国防予算の確保が厳しいとされている昨今のアメリカの経済力で、開発資金を供給し続けるのは不適当であると判断したと見られているな。このようにアメリカが諦めたレールガンではあったけど、日本の防衛装備庁では低コストでの運用が可能な将来兵器としてレールガンの開発を進めていて、プロトタイプの試作に成功した後は基本的な発射実験において成功を積み重ねており、その結果として現在は実用化に向けて第2段階にステップアップしたとしているよ。防衛装備庁の技術戦略部技術計画官付き総括班長防衛技官である松井博樹氏は、レールガンについてはまだ具体的に装備化できるメドが見えている段階ではないが、注目の技術なので速やかに実用化したいと開発に意欲を示していて、ここまでの開発が順調に推移していることを示唆しているね。防衛装備庁が製造して地上射撃試験などに成功したレールガンのプロトタイプは、方針となるレールの全長が約6メートルあって総重量は8トンで、口径は40ミリメートルと小さいものの弾体を極めて高速で射出することが可能で、試験データにおいてその発射速度は秒速2297メートルと非常に高速なんだって。これはマッハ7に相当する速度で、現在海上自衛隊の護衛艦の主砲であるンク45の初速や、アメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速に比べて3倍近い速さであり、弾体が目標に衝突した際の威力はかなり大きいぜ。2023年10月17日には防衛省装備庁と海上自衛隊によってレールガンを海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して、世界で初めて洋上の艦艇からレールガンの発射に成功したな。そして、防衛装備庁ではアメリカやヨーロッパにおけるレールガン研究技術を吸収するため、2023年1月から研究職の技官1名をアメリカ海軍の研究機関に派遣し、これまで研究に携わった関係者へのインタビューや設備視察などを実施しているらしい。さらに2024年5月30日にはフランス及びドイツの防衛当局とレールガン技術に関する情報共有や意見交換を進めていて、防衛省ではレールガンの開発研究に対し、2024年度令和6年度予算に研究費として236億円を盛り込み早期の実用化を目指しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。